ギニコド。セインガルド王国の。なぜだ。セインガルドの兵士。俺のじっちゃんも子供の頃から話を。生ぬるい考えで務まる。やってみなくちゃわからん。誰に向かって話しとるん。あ。あ、いや、スタン君の鹿。ありがとうございます。セインガルドへ行くなら。ジェノスはファンダリアとセ、ここからだと南西の方角に当たります。私がジェノスまで一緒に。ショック、本当はもう少し。いつまでそう。よさっさと覚悟。まったく。それでは準備ができ次第出発しようか。ええ。チェルシー、先生の言うこと。ウッドロー様、チェルシーは一日。我は辞書ではないのだが。では元気でのごぞ。はい。とりあえず外に出よう。ジェノスの町って遠いんですか？スタン君にこれをあげよう。これがあれば戦い、町でフードを補充することで。へえ、便利ですね。さて、ジェノスの町は森を抜けた先にある。わかりました。いぞ！じゃあ、燃えろ！ゴール！ゴール！じゃあ、ゴール！燃えろ！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 じゃあ、早くゴール！Thank you.
敵のようだな。Thank you.
ッドローさんのお父さんって何の仕事をしてるんですか？そうだな、大勢の人間を束ねる仕事とでも言えばいいのかな。なるほど、親方みたいなものですか。そんなことを言われたのは初めてだよ。だが的を射ているかもしれないな。ジェノスの町は森を抜けた先にある。いざ！慣れない雪道歩きで大丈夫です。新鮮で楽しいですよ。ウッドローさん、こんなことを聞くと怒られるかもしれませんけど、ウッドローさん、アルバさんとその話をしてるとき、なんか考え込んでるように見えたんで、もしかしたら悩んでるのかなって。あ、違ってたらすいません。見透かされていたか。君は物事の本質を的確に捉えられる人間かもしれないが、嫌ではないが疑問には思っている。自分、息子の私が言うのも変だが、今の私では一番身近な人を目標にできるんです。俺には父親がいないんで、ウッドローさんが羨ましいですよ。なるほどな、考え方一つということか。出過ぎたことを言ってすいません。いや、貴重な意見をありがとう。ジェノスまではもう少しだ。先へ進むとしよう。レンズを持ってないか？レンズか。そうだな、引き取ってもらおうか。よし、商談成立だ。今のレートだと全部でこれだけだな。へえ、レンズってガルドになるんですね。うん、レンズハンターといってレンズ集めを仕事にする人もいるくらいだ。俺も売ってみようかな。
お、そうかい。ここがジェノスの町だ。セインガルドへ行くなら北の門を目指したまえ。私はファンダリア方面へ向かう。一緒に行けるのはここまでだ。いろいろとお世話になりました。では元気でな。スタン君、君の持っている剣はきっと特別なものだ。君がその剣を手にしたことは君の人生の大きな転機となろう。はあ。今のまっすぐな気持ちを忘れず、剣にふさわしい人物になってほしい。わかりました。おい、ウッドロートやら。こら、何呼び捨てにしてるんだよ。失礼だろ。我の声が聞こえるなら詫びよう。聞こえないなら関係ない。どうなんだ、聞こえるのか聞こえないのか。また会おう。気のせいか、我の存在に気づいているように思ったが。考えすぎだよ。気にしすぎなんじゃないか。あの男、とにかくただ者ではないぞ。物腰にやけに威厳があったからな。間違いなく言えるのはウッドローさんがいい人だってことさ。さてと、俺たちは北の門へ向かおう。